もう子供が多くてはやりきれないね。第一、食べるだけでも並大抵なことではないよ。それに引き換えて、クマさんやタヌキさんのうちは子供が一人で羨ましいくらい静かですよ。稼ぐに追いつく貧乏なし。お山の動物たちはこれから仕事に出かけるのです。親子三人きりのタヌキやクマの一家に比べると、猿の一家はまるでお祭りのようなにぎやかさです。さあ仕事が始まりました。熊も猿もタヌキもみんな一生懸命です。Yeah.